松井拓郎は、日本陸軍の軍人、陸士22期、陸大29期、最終階級は中将。福岡県出身、農業、松井勘太郎の三男として生まれる。当区中学校を経て、1910年5月、陸軍士官学校を卒業し、同年12月、不評少位に任官、不評第14連隊付となる。 1917年11月、陸軍大学校を卒業。以後、1918年8月、第十二師団副官として、シベリア出兵に参加。参謀本部員、関東軍司令部府、ウラジオ派遣軍参謀、朝鮮軍司令部付、朝鮮軍参謀、欧州出長、陸軍省新聞班、関東軍参謀、陸軍技術本部付、この F 表。 第2連隊付、大阪連隊区司令官、独立府標第12連隊長、市が中東軍司令部府、北市が方面軍司令部府、関東軍司令部府などを歴任し、1937年11月、陸軍少将に進級。中毛兵団司令部付、この F 票第1旅団長、関東軍司令部付などを経て、1940年8月、陸軍中将となった。 同年10月、第5師団長に、親保され、北部仏印新中を担当。太平洋戦争では南方に派遣され、マレー作戦、シンガポール攻略に従軍した。さらに、市内派遣軍総司令部付け、品派遣軍総参謀長、第13軍司令官を務め、上海で終戦を迎えた。1946年7月、復員。ありがとうございます。